何世代にもわたって愛されている小さな遊園地があります。前橋市中央児童遊園、通称ルナパーク。開園60年となる今も昔と変わらない素朴さがあふれています。今では目にすることも少なくなった10円の遊具、大型遊具は1回50円。開園した当時からある木馬は現役としては日本で一番古く、国の登録有形文化財に指定されています。お父さんもお母さんもおじいちゃんもおばあちゃんも遊んだ思い出の場所、日本一懐かしい遊園地です。